皆さん、こんにちは。初戦のドイツ代表戦、第3戦目のスペイン代表戦で下馬評を覆し見事に逆転勝利を果たした日本代表、死のグループと言われた組を首位で突破しました。決勝トーナメント1回戦ではクロアチア代表と戦い、120分で1対1と決着がつかず、 PK 戦の末に1対3で敗退し、惜しくもまた8強入りすることはできませんでした。しかし世界を驚かせた戦いぶりから、森保監督がいつも試合中に取っているメモがデスノートなのではと話題になっています。そこで今回は森保監督のメモの内容について調査していきます。どちらかというと、これまでカタールワールドカップアジア最終予選序盤の苦戦もあり、采配については疑問が持たれていた森保監督ですが、本大会に入り思い切りのいい采配を見せてチームを勝利に導きました。そんな森保監督ですが、日本の方々にはおなじみの光景となりつつあるメモを取る姿が有名ですよね。今回のカタールワールドカップ本番でも試合中にメモを取っている姿が目撃されています。このメモに関して海外では、日本代表がドイツ代表、スペイン代表を森保監督の采配で倒したことを評価することと、日本初の漫画であるデスノートをかけて森保監督のメモがデスノートであると話題になってます。森保監督がメモを取っている理由は、前半ですとハーフタイムで前半で気になったシーンやポジショニング等を選手と共有したり指示したりするため、後半ですと試合終了後に試合の反省をする際に使用するためだそうです。サッカーは1秒1秒ゲームの局面が動いてしまい、メモを取らないとなかなかハーフタイムになっても思い出すことができない場合も多いかもしれないですよね。そのために文字として残しておくことで後で振り返られるのはいいことかと思います。この試合中にメモを取ってハーフタイムや試合後の反省等に使用するスタイルを取っている監督は、世界中のサッカークラブで多くの監督やコーチが行っていることであって、そこまで珍しいことではありません。さて、森保監督が海外メディアでデスノートと言われているメモ帳に試合中にいろいろ書き込んでいる姿が話題ですが、そんな森保さんのメモ帳に何が書いてあるのかものすごく気になりますよね。しかし、メモ帳の内容をそのまま世に公表されたり、情報が流出していることは現在のサッカーにおいて情報戦の重要さも考慮してからなのか、具体的なメモ内容の公表は一切ありませんでした。普通に考えればそうなるのも仕方ないですよね。ですが、日本代表選手たちの素顔に迫る番組、サッカー日本代表独占インタビューザボイスにおいてメモについて語るシーンがありました。インタビュアーは現役時代ともに日本代表で戦った先輩、福田正博氏が務めています。視聴者に監督への質問を募集する企画を行ったところ、試合中の独自のルーティンであるメモの内容についての聞きたいという声が最も多く集まったそうで、そこでこれまでほとんど明かされることがなかった森保メモについて、先輩ならではの視点で福田氏が切り込みます。福田氏が、前半と後半で違うよねとメモに書く内容に変化があることを指摘すると、森保監督ははいと認めて、特に前半ですねと、試合前半のメモが特に重要なのだと明かしています。メモの内容については、例えば福田さんだと、福田シュートを打ったサイドからの攻撃とかと、試合の流れをその事象が起きた時間帯とともにさっと書くと言います。今シュートまで行かなかった、どこがつながらなかったとか、守備でやっているときはそれもサイドからやられたとか、誰がやられたとかといったメモをまとめ、ハーフタイムになるとロッカールームに入る前にコーチとすり合わせの話し合いをするそうです。コーチ陣からポイントをパパッと言ってもらって、そのメモと一致していることは、これはチームに伝えた方がいいなということで選手に伝える。ポイントは本当に1つ2つ多くて3つと、伝える内容を絞っていることを明かしました。福田氏が、前半のやつはミーティング用ってことだよね、後半は振り返り用と問いかけると、森保監督は
振り返りようですと認めましたが、でも後半はあまり書かないです。後半に起きたことは試合終わってから、細かいことは選手たちに伝えないので、とハーフタイムの指示にウェイトを置いていると説明しました。さて、そんな森保監督、ドイツ代表戦、スペイン代表戦ではどのようなメモを取っていたのでしょうか。さまざま調べてみましたが、やはり戦術に絡む部分なので公になっていることはありませんでした。しかし決勝トーナメントのクロアチア代表戦で森保監督を撮影している画像からメモの一部が明らかになっています。2度のジャイアントキリングを達成し、今大会で最も勇敢な采配と称された森保はじめ監督、明らかになったメモの一部には日本に不可能はないと記されています。こうして世界でも話題になっている森保監督のメモ帳、大手文具メーカーの国与株式会社が森保監督用のオリジナルノート作成を検討しているそうで、担当者は自社のノートを使って世界で戦っている森保監督の姿にはとても誇らしい気持ちになりましたと感謝の気持ちを表しています。ノートは2種類のパターンを構想しており、本人の意向を考慮して世界に1つだけのノートを送るプランだそうです。デザイン案は1、日本代表エンブレムの八田ガラス、2、サムライブルーのユニフォームをベースにし、日本代表を象徴する図柄をモチーフにする考えだそうです。送る期間については、続投すればその在任年数に応じてですが、ぜひ4年は送らせてくださいと約束しています。指揮官が試合中に何度もメモを取る様子が国際映像で映し出され、今や世界から注目を浴びる森保ノート。冒頭でも話したように、スペイン代表、ドイツ代表と W 杯優勝国を倒し得たこともあり、海外ではデスノートと呼ばれるほど恐れられ、各国の反応の大きさについて国与社の担当者も、日用品にこんなにスポットライトが当たるなんてと驚きを隠せていないようです。そんな森保監督も愛用するキャンパスノートは、1975年から手掛ける同社のロングセラー商品、直近の年間販売冊数は約1億冊に上り、使いやすさや耐久性を売りに親しまれてきました。これからも代表監督を続け、的確なメモで日本代表を勝利に導いてほしいですね。いかがでしたか。今回は森保監督のメモの内容について調査していきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。